熱海市の土石流災害で被災者に役立ててもらおうと寄せられている義援金について市の配分委員会は以前から要望のあった直接被災していない人も配分の対象に加えると発表しました熱海市で発生した土石流災害ではおととい現在で8億7000万円を超える義援金が寄せられています きょう開かれた3回目の配分委員会では最初の配分で対象としなかった行方不明者や軽症者を新たに加えたほか直接の被害を受けていない住民も配分の対象にすることを明らかにしましたこれにより伊豆山小学校の校区に住民登録のある市民3320人が新たに対象となり一律5万円が配分されます 伊豆山神社線の通行止めやそれに伴います路線バスの運休などもあり伊豆山地区にお住まいの皆様からは災害による精神的な影響のみならず経済的にも影響を受けており支援を求められていたところでございます直接被災をしていない人に対して義援金を配分するのは異例の対応だということです。 義援金は来年3月31日まで受け付けています。